坂井種俊は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、数佐国崎金城城主。当初は貧乏と称していたが、原氏から一時を与えられ、改名したとみられている。はじめは、千葉市の重臣として従い、小弓城の原種清の指揮下にあったが、千葉氏が、北条氏の影響下に入ると、北条氏の多国州に編入され各地で転戦した。 A64 年の正木と木持の信仰に際しては、東金城を攻め落とされて降伏し、武者軍椎崎城に移って、同年の上杉謙信による関東出兵ではこれに従う。だが、後に北条方に復帰して A67 年の第二次、河野大合戦では、北条方として活躍して、東金城に復帰した。先の正木氏の信仰では最後まで抵抗し、 第二次河野大合戦では、北条氏より忠義を疑われて、里見氏に寝返った同族の土家城のと種子とは、しばしば対立した。永禄年間後期には家督を、息子の生達に譲って、剣鉄と称した。永禄6年9月9日付、堺種俊書状には、種瓶が自分が、上ずさ堺氏の祖、神殿の彦であると記している。ありがとうございます。